肉といえばさ、私わさびあんま得意じゃないんですで、苦手なものあったらのけますよってお店の人が言ってくれたから、うん、あ、わさびじゃあ抜きでって言ったの、うん、出てきたのよ、うん、で、オレンの方にだけね、わさび乗ってたの、うん、で食べて、おいしいねって言ってパッて見たら、うん、わさびのけてんのわさびそんな好きじゃない。楽しかった。どうした感謝の気持ちを体で表現しようと思って。お肉また食べに行こうよ。行きたいです、めっちゃね。今度だから白米のあるところなんかちょっとあのなんかちょっとおきれいだったから白米がなかった、うん、遠慮なく白米頼めるお肉食べに行こう。行きましょう。そんな私たちを皆さんは今後とも見守っていただければと思います。ぜひよろしくお願いしますオフでやったらええ、まあ、それは確かにそう。確かにやるか。ちょっと緊張しますけどまだいやそうなんよな。なんかお肉食べるときとかもさ、うん、なんか会う予定があるときに、うん、あの緊張するんやったら他の人誘ってもいいよって言ったら、うん、いやもうなんか結局緊張するんでって言われて私めちゃくちゃおめかししていきましたあの日かわいいかわいかったでもとんでもないです。そんなことないですトコ先輩いつも綺麗です、ね、美味しかった。お肉も美味しかったし。美味しかったですね。今日も楽しかったし。やった、よかった。楽しかったね。楽しかったです、めちゃくちゃ。なんならその後おれんがパフェ食べたいですって言って別のお店に行ったんですけど、うん、パフェ食べたいですって言ったお店でおれんが食べてたのはねポップコーンでした、ね、ポップコーンポップコーンもぐ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 、うん、ポップコーン食べてた、うん、ポップコーン美味しかったです。私も時折ポップコーンをいただいておりました。うん、美味しかったね。ポップコーン美味しかったです。ピーピー美味しかった、ね、めちゃめちゃ。まあパフェもポップコーンもピーやからピーピーピー、かまへんかまへん。昨日のフレンのデート、私は認めてないからだはい、ごめん。でも私が誘ったからさ私が俺海外のサーバーとか行ったことあるって言ったら、え、ないですって言うから、じゃあ一緒に行こうよっつって、一緒にデートっつって、で今日はデートやでって言ったのも私。あのそう、あの焼肉にね実は前に行ってですね、あのわさびのね話したと思うんだけど、あのトコ先輩がねわさびが苦手 でなんかその食べれない食べ物はありませんかみたいな店員さん行かれた時に、私はちょっと魚介類が生だと食べれないですみたいな話をして、でトコ先輩ちょっとわさびが無理ですみたいなこと言ったら、なんかわさび乗ってるものもあるんですけど、なんか本当に点ぐらいのやつがあって それは大丈夫ですかねみたいな言われて、点みたいな点のわさびみたいな。でも私もねなんかそんなにねわさびがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんだけど、まあ食べれるだろうと思って来たやつがなんかあの天のやつもあったんだけど、天じゃなくてちゃんとわさび乗ってるやつもあって、それはね私ね、あ、これ食べれないと思って避けちゃった私もわさび無理って言えばよかったなって思ったでもなんかそこなんかこう店員さんがこうなんか焼いてくれたりとか、なんか横でこう物を作ってくれるタイプの、自分たちでも焼けるんだけどくれるタイプのお店で、でなんかその店員さんがあの焼いてる間、なんかさ店員さんが焼いてる間さ、すごいいっぱいおしゃべりしたいことはあるんだけどさ、店員さんが真横にいるとさ、なんかあんまりしゃべろうという気になれなくて、お互いに。でなんか普通に黙って肉焼いてるのじーって見てたら、店員さんがすごいなんか、あ、全然あのお話ししてくださっていいんでみたいなあ、全然お話ししてくださって大丈夫なんでってあ、なんかねみたいな、なんか見ちゃうよねみたいな、あ、見ちゃいますよねみたいなすごい
すごい気まずかったで喋り足りなくてその後普通に別のお店に行ったっていう。でなぜかパフェを食べたいと言って私はポップコーンを食べたっていうパフェ食べたいって言って別の店行ってポップコーン食べるのなかなかやばいよな。私もなかなかやばいなって。私でなんかトコ先輩がそのなんか昨日ねお話ししてる時になんか俺はパフェを食べたいって言ってて次行った店で一番最初頼んだのがポップコーンだったっていう話をトコ先輩がする時に、あ、私パフェ食べたいって言ってたっけと思って私自分がパフェ食べたいって言ったこと多分忘れてたんだと思う多分忘れててそう普通にポップコーン美味しそうと思ってポップコーン頼んでいいですかって言ってポップコーン食べてた。前より緊張しなくなった。いやでも会った時はめちゃくちゃ緊張してた。めちゃ私2時間何時間前だったかな、1時間半かな2時間前かなぐらいからめっちゃ支度していったからね。もうめちゃくちゃ服とかめっちゃ悩んだからマジでこれでいいかなみたいな